金田一耕助シリーズや混浴露天風呂連続殺人シリーズを20年以上主演として活躍した俳優の古谷一行さん。2022年8月に逝去されましたが、近年は体調不良の影響でドラマなどへの出演は見送っていたようです。今回は古谷さんの晩年と子供や孫についてまとめましたので紹介します。古谷一行さんのプロフィール。本名古谷和之、生年月日1944年1月2日、出身地東京都豊島区、身長170センチ、血液型O 型、学歴中央大学法学部。経歴。古谷一行さんは東京の浅草で生まれ、豊島区で育ちました。中央大学法学部に入学した当初、弁護士を目指していましたが、大学在学中に俳優座養成所に入所し、役者の道を歩み始めました。1969年、25歳の時に映画新選組で映画デビューすると、翌年、NHK の朝ドラ「虹」でドラマデビューを果たします。以降舞台やドラマ、映画など各方面で活躍し、1977年には横溝正史シリーズに出演、1983年には金田一耕助シリーズで金田一耕助を演じると当たり役となり、20年以上にもわたり金田一耕助を務めました。他にも1982年から混浴露天風呂連続殺人シリーズの主役左近太郎役を25年間演じるなど、長寿ドラマで活躍しています。また1980年代にはドラマ金曜日の妻たちへで主演を務めて大ヒットし、社会現象になっています。さらに1997年にはドラマ失楽園でも主演を務めました。子供はあの有名な。古谷さんは一人息子がいて、ロックバンドドラゴンアッシュのボーカルの古谷健二さんです。健二さんは小学校の時から青山学院に通っていましたが、高校で中退していますが、それは本人の意思ではなく、古谷さんの意向でした。古谷さんが若いうちはがむしゃらに海外で経験を積んでこいと、わざわざ中退させて海外留学をさせたのです。海外でたくさんの経験をした健二さんは、帰国後、1996年にドラゴンアッシュを結成すると、1997年メジャーデビュー。当初、親の七光で売れるのが嫌で、父親の名前は一切伏せてバンド活動を行い、親子だとわからないように、古谷の名字を一文字変えて、古谷にしていました。ドラゴンアッシュが有名になってから、親子だということを明らかにしました。ケンジさんは俳優としても活躍し、2017年の映画、アリーキャットでは映画初主演を果たしています。古谷さんとケンジさん親子は、ドラゴンアッシュのアルバムの CM や2003年の映画、手紙で親子共演を果たし、古谷さんは息子との共演が嬉しかったようで、周囲に自慢げに話していました。そんな健二さんは、タレントで女優のめぐみさんと結婚しました。二人の馴れ初めは、めぐみさんの一目惚れからで、2005年にめぐみさんが交通事故で入院していた際、ドラゴンアッシュの夕凪ユニオンの MV がたまたま目に留まり、まるで電気が走ったかのように、ケンジさんに一目惚れしたそうです。そして退院後、ドラゴンアッシュのライブに行くと、無理やり打ち上げに参加。しかしケンジさんに電話番号を聞いたものの、教えてもらうことはできませんでした。それでも諦めきれず、友人がケンジさんと知り合いだったことからメールアドレスをゲットすると、めぐみさんの方から食事に誘うなど猛アプローチをかけ、交際に発展しました。2008年に妊娠が判明し入籍し、夫婦仲のいい家族を築いています。
孫も DNA を受け継ぎ、2009年に生まれた健二さんの息子で古谷さんの孫、古谷凪さんはすでに俳優デビューしています。名前の由来は母親の恵美さんが健二さんに一目惚れしたきっかけであるユーナギユニオンから来ているそうです。そんな凪さんは2020年1月の映画ラストレターで約200人によるオーディションを勝ち抜いて主演の松たか子さんの息子役を獲得し、俳優デビューをしました。凪さんはラストレターで経験したことや気持ちを大切に、面白い表現ができる役者になりたいですと、今後の抱負について語っています。凪さんは父親や祖父からしっかりモテる要素を受け継いでいるようで、5歳の時には早くも彼女が2人もいたそうです。なぎさんのこれからの活躍も楽しみですね。病気に襲われ、古谷さんは2011年10月に肺がんを患っていることを公表しました。自覚症状はありませんでしたが、高校時代からの友人が肺がんになったことや自身もタバコを吸っていたこともあり、調べておいた方がいいかなと軽い気持ちで検査を受けたところ、肺に影が見つかったのです。精密検査の結果は悪性腫瘍でしたが、幸い早期発見だったため転移はしていなかったといいます。しかし胸膜に癒着していたため切除手術を行いました。息子の妻のめぐみさんは古谷さんの入院当時、治療に専念しています。これから頑張っていかなければならないですが大丈夫です、連絡も普通にしています。元気そうですよ、とコメントしました。手術は無事成功し、手術から3ヶ月で仕事復帰。古谷さんは闘病について、入院している時は抗がん剤がきつかった。常に吐き気を催していて、しゃっくりが止まらなくて活力もなくなって、一日中椅子に座ってぼーっとしているような状態でした。今はすっかり元気ですからご安心くださいと言い、病気をきっかけにタバコをやめたことを明かしました。あんなに美味しいタバコはやめられないと思っていましたが、抗がん剤の副作用の辛さを思えば二度と吸いたいと思いませんね、とタバコと健康を天秤にかけた結果、健康を取ったようです。回復後はより健康を維持するためにウォーキングを週に2、3回していましたが、肺がんが見つかってから3年後、念のため MRI 検査をしたところ、なんと脳への転移が見つかりました。ただ、1時間ほどの放射線治療を受けただけで、2年後には全てなくなり、大事には至りませんでした。晩年は、古谷さんはここ数年、年に一度舞台に出演し、自分の体力とも向き合いながら無理をせずに、体のことを考えて仕事をしていました。そんな古谷さんですが、2020年に撮影した映画思い出写真を最後に役者としての仕事はしていません。実は2020年に急性胃潰瘍を発症して緊急搬送され入院していました。体調は回復したものの数日間入院し、退院後間もなく仕事復帰すると所属事務所が説明していましたが、公の場に姿を見せませんでした。関係者によると、入院を機に体力がぐっと落ちてしまい、以前は頻繁に行っていたゴルフや近所でのウォーキングの頻度も少なくなり、体重も以前に比べて20キロほど減っているようですと明かしています。その影響から2022年には、体重がかなり落ちて別人のような姿に変わり、手には杖を持っている古谷さんの姿をキャッチされています。所属事務所に様子を聞いたところ、大病にも打ち勝ち、今後の仕事に向かうべく、日々健康に気をつけて過ごしております。現在、本人は好きなものを食べたり、行きつけのお店に出かけたり、トレーニングに通ったりと、体力づくりにも励んでおります。体重が落ちたせいもあって、皆様には余計なご心配をおかけしてしまいましたが、どうぞご心配なきようにと回答がありました。
しかしその思いとは裏腹に、2022年8月3日に逝去しました。事務所からは、病克服後、次なる挑戦に向けて、家族の見守りとともにトレーニングに通う日々を送っていました矢先、この度の訃報となる予期せぬ出来事に見舞われてしまいましたと発表されました。古谷さんの亡くなった原因は公表されていませんが、20キロも体重が落ちていたことで、胃潰瘍、胃切除による栄養失調、過去に癌を患っていたことなどが原因だったのではと言われています。数々の代表作で活躍してきた古谷一行さん。まだまだ素晴らしい演技を多くの人に届けてほしかったですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。